皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかと、いや、ゆかとじゃないかはい、皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかです。今日はいつも私、すんちゃんにドッキリされてばっかりいるので、今日はすんちゃんをプチドッキリしようと思います。で、何をするかというと、ロハンのカツラを買ったんですよ、2個じゃん。このボブスタイルと、あとこのアフロスタイル2つを買ったんですよ。ロハンがいきなりこのカツラをつけて現れたら、すんちゃんはどういう反応をするかっていうのを見てみようと思います。それではどんな感じか見てみましょうか。皆さん、レッツゴー。はぁ、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 はい、目つぶってんの、うん、はい、わかった。じゃあ、はい、いいよ。ちょっと待ってねあなたは無理だよしても踊らない、俺は。もう3、2、1。何してももうないよ、俺にはそういうの。ペンツもないからねえ、ロハン。何またお母さんやってるのかね。はい、どうぞ。何よ、いいの。はい、せーの。はぁ、なんかそういう人いる。どんな君で？ああ。なんかダンスの先生みたい。あ、俺？そっち系。そっち系だね。そう。おお、ロニー。すごいねー。髪の毛こんなんだったらどうなるの？かわいいね、あなた。ありがとう。ありがとう。すごい、俺。すごいよ、本当。今見たけど。ああ。わかるわかる、こういう先生いるよね。はい、今日このカバリー到着したよ、はい、だからやりたかったの、これ超可愛いでしょ。いや、これはもう、あ、やばい。わー、なんか可愛いロー。ロー、本当に娘ちゃんみたいじゃん。ロロちゃんだね。ロロちゃんだねだねだねすごいこれは完璧でした。でしょ。はい、可愛かった。ちょっと長さもすごい、森先生遊ぼうよ。なんかロハン床に見えるはい、こんな感じのロハンと私のスタイルチェンジ、どうでしたか。はい、いいと思います。すごい可愛かった、ロハンが。でしょ。はい、でもなんで私とロハンだけ。
すみちゃんのじゃない。あ、これだ。ありがとうございます。こんな感じのドッキリ動画でした。バイバイ、次の動画。